挨拶が終わると趣味を尋ねたりするのですが、あなたの趣味は何ですかというときには、私は What's your hobby だと思って使っていたのですが、ネイティブはあまりこの表現は使わないと聞いたことがあります。カビさんは使いますか？あんまり使いません。使わない。僕ずっとね、この What's your hobby 言うてね、人にね、聞いてきたんですけれど、人に趣味を聞くときは、どのように尋ねますか？ What do you like to do in your free time? と尋ねます。ああ、ちょっと文章長いですね。もう少し文章を短くしたいんで、Do you have any hobbies はダメですか？ Do you have any hobbies？ ダメです。ダメです？え、日本語で言うたら、あなた趣味ありますか？みたいなつもりで、聞いてるんですけれど、ダメですか？この聞き方も。ちょっと失礼です。え、失礼まで行くんですか？え、なんで失礼なんですか？なんか趣味がないよねみたいです。あ、趣味がないよねって伝わるわけですか？Do you have any hobbies? あなたは趣味を持ってるんですかって僕は尋ねてるつもりなんですけど、趣味がないよねみたいな感じに伝わってるんですか？あ、ニュアンスなんとなくわかりました。あ、休みの日にはずっと家にいるけど、君、趣味あるの？みたいな、そんな言い方になるわけですね。そうです。あ、言い方によります。君なんか趣味持ってないのに趣味あるの？みたいな。あ、そんな言い方をしてたんですね。そしたら僕はあれだな。ずっとなんか、What's your hobby とか、Do you have any hobbies とか、なんか変な英語を使ってたわけですね。ちなみにアビさん、What's your hobby っていう言い方を人生の中で一回ぐらいそんな言い方したことあります？一回もあない。ると思います。でも、あまり使いません。なんで What's your hobby っていう言い方はしないんです？いや、もう完全にこれ日本語を英語にしたみたいな、趣味は何ですかなんですよね、これ。趣味は何ですかなんで、What's your hobby？ あなたの趣味は何ですか？もう日本人のための英語みたいな、文章なんですけれど、What's your hobby？ でも、何回かは使われたことはあるんですよね。そしたら、この What's your hobby をもし使おうとしたら、どんな時にこの言い方を、例えば嫌いなやつにはこの言い方をするとか、なんか。誰にも使いますが、はい。ちょっと不自然な言い方です。あ、不自然な言い方。お友達がアビさんに What's your hobby って尋ねたら、アビさんはどんな感じになるんです？その聞き方されたら。What's your hobby? アビー、What's your hobby? って聞かれたら。趣味は何でしたっけ？みたいです。何でしたっけ？あ、なんで私の趣味を忘れるの？みたいな。そうですか。そしたら、僕は誰かに今後、趣味を尋ねるときは、僕にとっては難しいですけど、ちょっと長めの文章。What do you like to do in your free time? これを使わなければならないんですけど、僕にとってはすごく長いんで、話す自信はないんですけれど、僕のこの英語が何点ぐらいかまた教えてもらえます？ What do you like to do in your free time? 70点。あ、70点ぐらいですか？ 70 点ということは、一応ネイティブの方にこの発音で質問すると伝わってます？伝わりいまけます。す？あ、ちゃんと返事をもらえます？あ、自信持って What do you like to do in your free time? これで自信持って尋ねて大丈夫ですね。あ、よかった。100点満点の趣味の聞き方のこの What do you like to do in your free time? 100点満点の質問とそれと答えをちょっと話していただけますか？ What do you like to do in your free time? I like drawing.